こんばんは。一週間、みんなお疲れ様だよ。ちょっと X に告知をさせてください。よし、久しぶりのハッシュタグちかちゃんの挑戦。あ、今メール来たん。じゃあ今髪色のメールが届いたかな。見て見て、暗くなったんだ。切ってない、髪の毛は。ちなみに暗くした。メイクはあんま変わってないけど、ちょっと最近好きなアイドルさんがいて、その人のメイクを真似てちょっとなんかリップも薄めにしたり、なんかチークも塗ったりして、ちょっと確かに違うかも。普段とあんまり変えた感じはないけど、今日は部屋着じゃないのよ。今日は CBC ラジオ SK48となるべく喋りたいです。行ってきた、収録に行ってきて、放送日が7月1日と7月8日、久しぶりに大喋りという名の MC をしてきた。そしたらプロデューサーさん、ディレクターさんっていうのかな、に褒めていただけた。でもなんかラジオをするたびに思うねんけど、すごい語彙力なさすぎてめっちゃへこむのよ。あー、もっとこう喋りたかったのにみたいな。なんか一人反省会してそれを言ったの。聞いてもらったらすごいなんか響く言葉をいただけて、何かは言うんけどすごいね、響いて。また本を読むとはまた別の違う方法を教えてくださって、あ、なるほどなと思って。なんか人生学びばっかで楽しいよねって思いました。ということで皆さん聞いてください。お便りも送ってくれてありがとうね。なんかすごいね、若い14歳11歳の子とかお便り送ってくれたりもして嬉しかった。ありがとう、お便り送ってくれて。じゃあ SK メールでこっそり教えてあげる、明日のっていうのです。今日はお気に入りのまた水色のこのお洋服を着て、こんな感じです。今日はお礼配信なんです。テロップ書きます。ちかちゃんの挑戦お礼配信、遅くなりましたが、そうちょっと今日やろうと思って、5月の24日だったかな、28だったけど、ちょっと怪しい日にちが、もう早いもので1ヶ月経ってるんですけど、あ、違うわ、ちょうど1ヶ月経ってる。5月27日からあったショールームイベント、地上波連続テレビドラマ出演権をかけたショールームイベントがちょうど1ヶ月前から
あってやらせていただいて、まあ結果的にはつかめなかった結果だから、うん、悔しいっていうのが素直な意見やねんけど、意見じゃないね、気持ちか、気持ちで、やっぱりそのまあお芝居させていただく機会が増えてきたからこそ、まあテレビの映像でも挑戦したいってこう口に言えたのが初めてだよね。初めてというか直接みんなに言ったのはそうで、だからその機会がなかなか今ねないからこそ、一つのきっかけとしてこう掴みたいっていう風にみんなのなんか力をね借りて挑戦してんけど、一週間やってみてなんかねしんどいとかはなくて、正直楽しくて、みんなに楽しんでもらえれるように、せっかく挑戦するなら楽しんでいろんな企画をなんかできたらなと思って、こう自分なりにメンバーとのコラボ配信だったり、一人でできる配信とかだったり、いろいろ考えてやったら、すごいみんながたくさん楽しんでくれたのが素直に嬉しくて、だから一週間楽しかってんけど、もちろん結果的には悔しいけど、結果以上にみんなとの団結力っていうのとか絆をすごい深めれたなと思って、挑戦したことに対して一切悔いはないし、なんか挑戦してよかったなって素直に思えたし、あ、こんなにも力を貸してくれるファンの人たちがいるんだなってすごく心強くなったし、逆により気が引き締まったというか、あ、もっとじゃあ絶対次何かあった時はもう掴んでやるって、みんなと一緒に掴み取ってやるっていう気持ちになったし、今度またそういうね演技のする仕事があったら自分の力で掴めれるようにも頑張りたいし、こうみんなとこのショールームイベントに挑戦したことによって、なんかみんなと一緒に戦い方をまた一つ学べたなと思うので、今回のこの挑戦したことで得たいろんなことがあるのを、なんかまた今度違う場所で活かせられるように、みんなとこれからも挑戦することはやめないって、続ける挑戦は続けるので、一緒に推しメンと一緒にいろんなことに挑戦してください、ついてきてください。私推し以外の方のねたくさんこう力を貸していただいて、こうファンの懐かしい名前のファンの人の名前があったりとか、こう普段ね幕司会で推しメンがお世話になってますっていう風に来てくれて言って、そういうファンの人も応援してくれたりとか、あ、こんなに支えてくれてる人がたくさんいるんだって思ったらすごい心強かったし、なんかトーク会でもさ、握手会かでもすごいなんか悔しかったねってファンの人がたくさん言ってかけてくれたけど、なんか全然へこんでる暇ないし、正直逆にその経験を生かして次は絶対につかめないっていうのをやめようっていうくらいみんなと挑戦し続けたいなと思うので、あとなんか一緒に戦えてよかったというか挑戦できてよかったっていう風に言ってくれるファンの人の声がすごい心強くて、なんて素敵なんだって愛を感じたし、こうみんながねその期間にくれた愛を私はまた返していくので、まずはそのショールームイベント期間一緒に朝早く起きてくれたり夜遅くまで見てくれたりとか時間を作ってくれて本当にありがとうございました。みんなのおかげですごい楽しかったし、なんかみんなが前向きに応援してくれたことが素直に嬉しかったです。無理だよとかさ、そうやって否定的な言葉を見なかった、正直それがすごく心強くて、なんかそれは一歩前回の私と私のファンのちかこマニアちゃんとのなんかレベルアップできたなっていい意味で、前だったらさやっぱなんか素直なね正直な意見を言ってくれる人もいたけど、
なんか初めから挑戦する前からさ、そんな諦めたくないし、だから私も最後も最後まで諦めずにできたなって思うので、だから本当にありがとうございました。まあこれからはね、自分のペースでゆっくり配信を、みんなと楽しい配信を届けられるように、一番はみんなと直接会いたいねんけど、毎日何か会えるイベントがあるってわけでもないし、みんなの予定とかもあるので、こうやってここの配信でコミュニケーション取れる時にいっぱい取って、また直接会えた時にここ以上の愛を伝えに来てください。あ、頑張ったって、このくす玉飛んできた、これみんなに返すよ、ありがとう頑張ったって言ってくれて、みんなも頑張った。で、ちょっと前置きが長くなりましたが応援してくれたイベントで貢献度ランキング100位までの方の名前がランキングとして上がってたので、本当はランクインしたなんだっけ、公約として100位の方の名前を手書きで書いてっていう風に話はしてたけど、ちょっとこれは私から返させてほしいなと思って、まずは100位の方のランキング入ってた方の名前を手書きで書かせていただいて、汚い字で申し訳ないですけど、本当に便利になります、何回見てます。あ、何これ、推ししか勝たんっていうのが飛んできた、嬉しい、ありがとう。ただ聞いてほしい、めちゃくちゃアナログ、こういうなんかデコる力とかないからさ、見て、これは綺麗にまた公式ブログの方に写真はあげるんですけど、まずここで読み上げさせて、普通に見てキャンパスノートに書いてますからね、100位の方からこうやって書かせていただいて、ここは何からだ、65位、ちょっと後で読むね、31、そう、ルーズリーフで、これはちょっと半分になってる、30位から11位、かわいいでしょ、アナログなのがうちっぽいでしょ。で、10位から4位の方、まあちょっと太く見やすく、そして3位に1位、でででーん、見て、私なりの似顔絵あ、この人の画伯、近子画伯で描いた、ちょっと読ませていただき、名前読ませていただきます。もちろんこの100位のランキングに入ってる方以上にたくさん力を貸してくださって応援してくださるファンの方がいることも知ってるので、またぜひ9月に握手会トーク会が追加されたので、そこで直接お礼を言わせてくださいフ似顔絵いいなって、ちょっと待ってね、見て、もう何これ、もう雑切るからね、ビリってやっちゃった、読ませていただきます。ちょっとさ、携帯のスクショ見ながらにしようかな、こっからかな、だから大型出てる出てる。じゃあ100人の方から見に来てくれてるかな、ちょうどいてくださったら嬉しいけど、まず名前を呼ばさせてください。このイベントからさ、ランキング読みが解禁になったしね、なんか縁だなと思うので読ませていただきます。100位、シナモン、ありがとう、ありがとうシナモン。99位、ウーヤマ、ヤマちゃんありがとう。98位、スズパラ、スズちゃんありがとうね。続いて97位、チャキー、星マーク付き、ありがとうチャキー。96位、これね、読み方が合ってるか分からへんねんけど、 HIMD3 さん、
ありがとう、合ってるかな呼び方。95位長ペペペペペあ、配信の時も私なんて呼べばいいか、いつも悩んだった。ありがとうペペ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 ペ。94位あっくんは広島県民、ありがとうね。93位麦わらたまたん、ありがとう。あ、はーいって言ってくれるの嬉しい、出席確認みたい、ちょうどいてくれてる人。92位クロイツ、ありがとう、どうも嬉しい。91位 A ちゃん、あったまくちゃんぽん、美味しそうな名前、美味しそう、美味しそうだね、ありがとう90位ふみんちゅっちゅ、なんか改名されてる名前が、ありがとう。確か卒業式授与式みたいだよね、卒業証書か。89位ジェガン、ありがとうジェガン、見えるかな。88位新ゆり、新ゆりちゃんありがとうね。87位のぞりん、ありがとうりん。86位ニーノ、ニーノちゃんありがとう。85位走れまあ横、45合ってるかな、ありがとう。84位としさん、アットマークチームジワーズ、ありがとう。これ書いたんだよ、84位、ほら頑張って手をかけました、苦手ながらに。83位リサちゃんズ、ありがとう。82位まこつ、ありがとう、合ってるかな、よし。82、続いて81位トラジロー、トラちゃんありがとう。80位ゆうちゃん、ありがとう。79位パンクロッカー、ありがとうね。78位コッペパン、ありがとう、うん、給食食べたくなる。77位伏せ、頭よく修行中、ありがとうね。76位ジュン、アットマーク台湾、ジュンちゃんありがとうね。台湾行きたいわ、台湾行きたいわ。あ、見てくれてる、嬉しい、ありがとうって、素敵だね。こちらがありがとうなのにさ、みんながありがとうって言ってくれる。続いて75位ぬぶくろ、ありがとう。75位のぬぶくろさんのね、後にね、なんか新体操かな、これなんか測定してる絵文字があったけど、ちょっと書けんかったさすがに。あ、冷えたでしょみんな今。74位ヤッシー、ありがとうヤッシー。73位みっちゃん、ありがとうみっちゃん。ちゃんとみっちゃんのなんか天使の羽みたいなやつも書いた72位クワクワ、ありがとう。71位赤彦、ありがとう。70位イクピー、ありがとう。69位かぼちゃ、ありがとうかぼちゃ。68位近くを見守るまっくん、ありがとう、ずっと見守っててね67位マグナイン、ナイン、ありがとう。66位スギくん、66、ありがとうね。65位キャラシマ、キャラありがとう。64位茨城のヒデ、ヒデくんありがとうね。63位近く大好きクリスクリス、あ、待って映ってなかった、もうここから変わってたわ。65位からチェンジ、一回チェンジします。100位からここは66位の方まで書いてます。65位からはこちらです、よいしょ、こっちだったね、ありがとうね。
と6時ごいチャラシマくん、岩崎のひでくん、チョコボ大好きクリスクリス、ありがとう。こちらこそありがとうだよ。続いて62、あ、見えるかな、モッチープーさん、最近会えてないけど元気かな、ありがとう。61、影アットマークメガネ坊やシャドウちゃん、ありがとう。60位、 SUMD3、 ありがとう。名前合ってるかな、読み方。60位、続いて59位、コウスケで合ってるのかな、あの読み方的に。コウスケくん、ありがとう。58位、熊のみの、ありがとう。熊のみの、ありがとう。57位、としちゃん、ありがとう。としちゃん。続いて56位、トライ、トライちゃん、ありがとう。続いてそばそば、55位、55位、そばそば、ありがとう。そばそば。続いて54位、ペチペチ太郎、かわいい名前、ペチペチ太郎、ありがとう。続いて53位、ちかこ大好きよっちゃん、ありがとう。よっちゃん。続いて52位、たくさん、たくさん、ありがとう。52位。続いて51位、ほなみ、ほなみちゃん、ありがとね。Thank you。 50位、トラさん、トラさん、ありがとね。トラさん、見えるかな。続いて49位、チェルシーを君に、チェルシーちゃん、最近会えてない、元気、ありがとね。48位、シマシャツガメ子、48じゃんこれ、シマシャツガメ子、ありがとう。47位、コマスさん、コマスさん、ありがとう。46位、 MIMD3、 合ってますように読み方、ありがとう。謝るの禁止です、最終日全然できなくてごめんねって、謝らないで。45位、ゆきおちゃん、ありがとう。続いて44位、くーちゃん、くーちゃん、ありがとうね。続いて43位、かんくん、かんくん、43位、かんくん、ありがとう。42位、山猿、嬉しい、山猿、見てくれてく、山猿、嬉しい、ありがとう。続いて41位、見えるかな、何で31位までか書いてるの。41位、しみせ、ありがとう、しみちゃん。続いて40位、ゆうた、ゆうたくん、ありがとう。39位、たっちゃん、ありがとう。たっちゃん、なんかさ、たっちゃんってさ、まあ、ちゃんのイントネーションなんだけど、たっちゃんなのかたっちゃんなのか、なんか人によるよねっていう雑談でした。たっちゃん、わかんない、もう関西弁が混ざるときあるから、合ってますように。38位、リンゴパンチ、ありがとう。いつもリンゴパンチ、リンゴ食べたいな、久しぶりに、アップルパイ。37位、ヒデキックス、ヒデちゃん、ありがとね。36位、オーベル、最近会えてない、オーベル、ありがとう。35位、木金、木金、ありがとう。嬉しい、みんながはーいって言ってくれるの嬉しい、ちゃんとコメントも見てるよ。34位、田辺、田辺、ありがとう。33位、すみみん、
すみみんありがとね。32、マキ、マキちゃん、ありがとう、マキちゃん。続いて31、提督の亡霊、ありがとう、提督の亡霊。提督の亡霊の名前の後に虹とハートがあって、これ虹です。はい、ここはまでは65位から31まで発表しました。続いて30位から11位、これは半分に切り取ります、かけれました。30位、食パン、ありがとうね、食パン。余談ですが、私の好きなパンはクロワッサンです。でも最近イングリッシュマフィンを食べて、あのイングリッシュマフィンの上にかかってる、あれトウモロコシのなんか粉っぽいねんけど、あれが好きです。余談でした。ただやっぱりなんか生食パンとか流行った時代もあったじゃないですか。シンプルにバターが、シュガーバターとかが美味しいんだよなっていうのはありますね、っていうエピソードトークでした。はい、ありがとう食パン。29位、ゴン、ゴン、ありがとう肉。28位、カオル、カオルちゃん、ありがとうね。27位、ユキオ、お、ユキオって2人いるの？ユキオくんもいて、あれ2人呼んだ気がする、さっきも。ありがとう。続いて26位、ミュアさん。なんかさ、顔と名前がさすごい一致するからさ、なんかこんな反応の仕方になっちゃう。みんな同じ愛なのでね。ミュアさん、ありがとう。25位、マサトシアットマークチーム一等星、桃の絵文字好き、マサトシありがとう。待って、今25位。24位、ライガー、ライガーありがとう。23位、マトリックス、ありがとう、マトリックスちゃん。続いて22位、ヤス、ヤスくん、にゃんにゃん。21位、残念なゾラ、ありがとう、ゾラちゃん。続いて続いて20位、アメピー、ありがとう、アメピー、アメのピアニスト。19位、スケさん、スケさんありがとうさん。続いて18位、ちゃんなお、ここちゃんなお、ありがとう。続いて17位、たくまくん、たくま20丸、たくまくん、セブンティーン。優しい、みんながありがとうって、こちらこそだよ。そして続いて16位、ピッピ、アンディ、アンディありがとうね。アンディ、アンディは名称か、ピッピありがとう。続いて15位、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんありがとう。顔文字、顔文字も書いた、難しかった。あ、14位、またまたアンディだよ、つるちゃん、つるちゃんありがとうね、本当にアンディ。続いて13位、ゆきちか、ゆきちかちゃんありがとう、本当に。30位、続いて12位、大空くん、大空、絵文字付き、顔文字かこれ、ありがとう。ホイコーローって。もう大好きさんじゃないよね、それ。続いて11位、たくみん、たくみんありがとうね。ありがとう。ここまでが30位から11位の方の順位でした。嬉しい、みんなが返事してくれて。出席確認してるみたいだわ。続いて、ここからは、10位から4位の方はちょっと少し
見やすくなっております。テリン、10位、 MJ、 かっこよ MJ、 MJ ありがとう。10位、デラン、ドゥル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 。9位、ピードッグ、ピードッグちゃんありがとうね。続いて8位、アキラ、アキラありがとう、ハート文字でアキラくん。これ中田みずるだったんですけど、ちょっと色がなくてなかったんですけど、色付きです。かわいいね、なんか絵文字も反応するのかわいいよねと思ってました。ちゃんと見えるの、かわいいショールームの配信で。続いて7位、ラッキーセブン、赤シャツ、赤ちゃんありがとうね。ラッキーセブンってさ、なんでラッキーセブンなんだろうね。言っちゃえばもうラッキーエイトでもラッキーシックスとかでもいいわけなのに、なんでラッキーセブンなんだろうっていうのをなんか気になっちゃいました、今私は。すいません。はい、続いて6位、わさび、わさびくん元気？私はまだわさび苦手ですちょっとずつ食べれるようになってて。じゃあ私の最近のわさびエピソードトークは、お仕事で回らない寿司に行かせてもらって、わさびが入ってて抜きでっていうのを忘れて、そしたら意外と食べれてんけど、なんかちょっと地味にツーンってしてた。まだまだそのツーンが美味しいの次元には到達してなかったので、もうちょっとですね。ありがとうわさびくん。続いて5位、ぬっぽん、ぬありがとうね、ぬっぽん。続いて4位、あおちゃん、ありがとうあおちゃん。幸せクローバー、最近は私の SK メールの件名をちかちゃんからの幸せメールクローバーの絵文字付きにしてて、それはね、みんなに幸せがこのメールを見て届きますようにっていう気持ちを込めて、思いを込めてクローバーにしてます。クローバー探しとかしたいな、幸せのクローバー、生きがいありがとう、嬉しい。カラオケ配信楽しかったね、また私が歌える曲増えたらやるねカラオケ配信したことによって反省してるから、私もっと歌えるようになろうと思ってです。続いて上位、3位、2位、1位、第3位、イカピー、イカピーありがとう。第3位はイカピーです。イカピーの顔つき、私の勝手なイメージ、これイカピーありがとうね、ありがとうピー、本当に。第3位、銅メダルです、こちらありがとう。見えるかな、イカピーの絵文字付きです、本当にありがとうイケメンに書いてくれてありがとうって、イケメンっていうかちょっと可愛くなってるかもねありがとう、こちらこそです、嬉しい、見てきてくれて。続いて2位、ドゥン、あ、ドゥル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 ポーン、近く大好きういろうくん、なんて素敵な名前なんでしょう、こちら。はい、ういろうくんです。ういろうくん、あのね、絵文字付きで一緒にサイリウムの色になって、あれここあるやん色、あ、待って、似顔絵見てなかった。はい、ういろうくんの似顔絵はこちらになります、こちらです。メガネをかけております。でよくこんな風に笑ってるイメージだったので、こちらです。ありがとうございました。
本当に2位、銀メダルですね、オリンピックでいう。ありがとう、こちらもイケメンに書かせていただいております。そして1位、みんな頑張ってくれて、みんなが力を貸してくれたんですけど、一番にこの貢献度ランキングで1位ですごくすごく応援してくれた方の一人が金メダル、ドゥルドゥルドゥル、ダン、あきちゃんです。あきちゃんありがとう。はい、あきちゃんの可愛い似顔絵はこちらになります。あ、嬉しい、見てくれてる。ドラムロールの癖強めです。こちら上位3人の方のお名前がこちらになります。ありがとう、本当に見えるかな、なんかもっと可愛くしたかったんだけど、私の頑張った結果これが一番最大限でした。本当にありがとうございます。じゃあ振り返りますね。エンドロールのように出そう。ダーン、ダーン、ダーン。嫌な音楽エンディングテーマ。ダーン。なんかエンディング曲流したいな。何しようかな。タンタンタン、タタタタタタタン、タタンタタン、タタ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 タ。絶対選曲ミスしてる。でもこれは今日なるべく喋りたいで流した曲なので、だからです。タン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 。あ、マイドリーム、マイドリームにすればよかった。ちょっとね、最後これでちょっと止まるやつ。ねえ、マイドリームにすればよかった。もう一回やってもいい、これ。もう一回やるわ。サビなんだっけ。自分を偽ったりごまかし続けても、自分の中の自分は古いぬいぐるみをぎゅっと抱いて、泣きじゃくるこれだけは捨てることできないと、破れてしまってもごまかし続けても、自分の中の、あ、待って待って、もう頭が回んない。待って、歌詞見させて。歌詞見させてくれ。待って待って、ちょっと歌詞見ながらね。ちょっと危ないです。なんか文字を見すぎて歌詞が混ざっています。ちょっともう一回して。ラスト3度目の正直、グダグダエンドロールですみません。鼻歌でよかったのに。オルゴールバージョンでいいの。あ、なんだ、じゃあオルゴールバージョンそれな。じゃあいきます。もうちょっと見やすくしたいな。なんか文字だけにしようかな。分かった、こうするわ。いきます。ここから本番です。アクション。タタ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 
ぱサビからにしようかな。あれなんかわからんくなった今歌が。なんでや。やっていきまーす。もう待って、ほんとごめんね、グダグダで。こっちの手がいいのか。こうだこうだね。いきます。タタ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 。タタ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 もういいか。タタ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 タ。ちょっとアレンジしまくりです。一つや二つは諦めちゃいけない、譲れないものがあるさ。叶わなかった夢捨てないで連れて行こう、胸に秘め、いつまでもどこまでも。ありがとうございました。グダグダエンドロール、はい、こちら後ほど公式ブログの方でアップさせていただきます。写真で何度も言いますが、このランキングで書かせていただいた100位の人以外にもたくさんの方が力を貸してくれて、なんかすごいイベントを一緒に楽しんで盛り上げてくれて本当にありがとうございました。またこういう時、次こういうことイベントとかがあった時とか、なんかいずれ自分の力でつかめられるように、なんか自分がお芝居してる姿をみんなにまた違う形で自分でしっかりつかめられるように頑張ろうってすごい思えたし、こうやって今応援してくれてるファンの人たちがもっと自慢の推しメンだよって、あ、これ僕私たちの推しメンだよっていう風にこう言っていただけれるくらい、そんな推しメンになれるように、活躍できるように、人気者になれるように頑張ります。でも本当にみんなが盛り上げてくれたおかげなので、本当にありがとう。なんかありがとうっていう言葉しか出てこないのがすごい申し訳ないねんけど、やっぱり一番伝えたいのはこの言葉だし、愛だなって、すごいみんなのことが大好きだなってより思いました。聞いたかみんな、私が大好きなんて言葉全然言わないのに。これからもみんながくれる愛を倍で返すので、またその倍の愛をください。一緒に挑戦してくれて、挑んでくれて本当にありがとう。これからもよろしくな。嬉しい。何そのハッシュタグ、松本千佳子ちゃんが推しメンで本当によかったって。
何そんな素敵なハッシュタグ。松本ちか子っていう漢字難しいのに打ててるみんなすごい、ありがとう、本当に自慢です。自慢だし、私のファンの人以外の方もこうやって見に来てくれて、コメントしてくれて、いじってくれて、突っ込んでくれて、優しい言葉をかけてくれて、ありがとう。これからもぜひ応援していただけると嬉しいです。長くなりましたが、私はこのイベントに挑戦して悔いはないし、いっぱい学んだし、みんなの愛を感じてより燃えたので、みんなも戦い方を覚えたので、熱でも一番の目標だった楽しんで頑張れたのはすごく良かったなって思いました。楽しかったもん。ありがとうございました。これからもみんなに楽しい時間を届けられるように頑張るので、また配信も見に来てね。久しぶりにさ、こういうイベントに挑戦して、やっぱりさ、こう自分の力だけじゃないからさ、すごく悩んだけど挑戦してよかったし、すごいカラオケ配信もそうだし、いろんなメンバーとのコラボ配信で、なんか私のね、いろんな姿をみんなに見てもらえたのも嬉しかったし、ありがとうございました。ただこれで挑戦は終わらないので、これからもずっとよろしくね。あと10分だ、0時まで。また後でこれは公式ブログの方に載せさせていただくので、超手作り手作りなんですけど、今日のスクショタイム、お、シュア頑張ってるとこ見たいです、ありがとう。待って、私はすごく、私は幸せ。合ってるか、あ、これは違う。ずっと合ってるかな。待って、今私が伝えたい言葉が出てくるの、ずっと、あ、これ合ってるかな、合ってんのかな、一緒、ずっと一緒ずっと一緒ってなんか重いか、まあいいか、大好きってこれだってのかな、大好き、あ、でも通じてる。はい、残り10分も配信する、あと8分か。
今日インスタ投稿しようと思ったら遅かったから明日にするね。バッチリ？あ、優しい、バッチリ。嬉しい。なんか通じると嬉しいね。おやすみってなんだ。あ、おやすみはこれでいいのかな。おやすみ。おやすみ？これかな。あ、おやすみってこうだ。最近さ、チェリーにハマってて、曲ね、愛してるの響きだけでっていう曲にハマってて、それの、まあ、あのクリス・ハートさんのチェリーが好きで、個人的にね、クリス・ハートさんにめっちゃハマってて、めっちゃ聴いてるんだよって話。懐かしいよね。なんか夏メロにハマってて、そう、スピッツさんの、スピッツさんの曲全部好きだな、結構。あー、君の声を届いて歩いてゆく。わ、これスピッツさん？楓？合ってるかな。君を忘れない。あ、ロビンソンもいいね。そうなんだよ、夏メロが好きでハマってますって話でした。生まれたての体温。あと、ヨリシカさんも好き。めっちゃまったり配信。愛してる、強くなれる気がしたよ。今日のじゃあ CBC ラジオなるべく喋りたいのなんかポイント言うと、7月1日の方はめっちゃやらかしてる。めっちゃやらかしてる。あの、姫香と君江と一緒で、あのもうね、あのスタッフさんも吹いてるくらい面白かったです。これぞ松本千佳子っていうのを連発してきたので聞いてください。で、7月8日はアンズと大村アンズちゃんとリーナ、杉本リーナちゃんと一緒で、まあ、アンズってすごいしっかりしてて的確に突っ込んでくれるし、でリーナのなんかすごい面白い一面をいっぱい見れたので聞いてください。ぜひ聞いて感想を教えてね。でもちょっとチカコマニアちゃんのね、お手紙を読めへんかったのが残念やったけど、そう、 S 面なんだよね、ちょうど。で、 CBC ラジオさ、めっちゃ行ってるんだよね最近、嬉しい。で、昔さ、あのこの CBC ラジオのスタッフさんってすごい、あの終わった後にこう、もっとここをこうした方がいいよってアドバイスをねくださる方で、もう本当に10年前か、観覧車の時代の時から見てくださってて、もう当時からすごいアドバイスをいただいてて、だからなんならくださいタイプ、私、え、なんかどうでしたかみたいな、なんかこうした方がいいですかとか聞きに行くねんけど、最近はすごい褒めていただくことが多くて、いや、さすがでしたみたいな、なんか言われるようになって嬉しいけど、ちょっと寂しさもあって、なんだろう、こう注意じゃないけど、大人になったらさ、怒られる回数とかも、怒られること自体がさないやんか。こうもアドバイスをいただける機会、言い方があれやったけど、こういう風にもらえる機会ってないからさ、すごい言ってくださる人ってすごい貴重だし、
だからそれが褒めていただけるのって嬉しいけど、なんか不安になっちゃう、逆にえなんかえみたいななっちゃうんだよね。でもそうやって言ってくださる存在がいるっていうのはすっごい何に対してもだけどありがたいから、なんか素直に受け止めて、うん、ちかちゃんももっと怒っていいからね、分かった、みんなにじゃあ言うね、よそ見すんなってよそ見すんな、気合い入れろって言うね、分かった、伸びしろですね怖すぎやろ急に、ちょっとたるんでんでってね、あと2分だね。そうだよ、でもたるんでたらあかんからな、ほんまにみんなが気合い入れなきゃダメ、一部とかさじゃなくて団結ですからね。でも常に気を張ってるのもしんどくはなっちゃうから、気を抜くことも大事だけど、でもやるときはやる、そんな風に気合い入れていきましょう。もう一回カツ入れて、みんなこれからもよろしくね。明日インスタ投稿するね、遅いから。ありがとうね、あと1分です、またね。髪が長く見える、でもちょっと伸びたかもね、でも多分ブリーチしてるからすぐ抜けちゃうんだけどね髪の毛。バイバイ、早く寝てね、みんなもね、おやすみプリン。明日お休みの人はゆっくり休んで、お仕事の人頑張るんだよ、ファイティンだよ、おやすみプリン、おやすみ。ちょっと長い。